森林警備隊の幹部森林警備隊は、かつて存在した、イタリアの警察機関の一つである。森林警備隊は、サルデーニャ王国のカルル・フェリーチェ国王により1822年10月15日に、アムミネストレイジネ・フォーサトル・パーラクストドや、イーラビ・ジェランザ・デイ防止として設立された。2016年12月31日に、森林警備隊は、解体され、 隊員はすべて軍に転籍して、カラビニエリレイカの森林、環境、農業保護隊として吸収された。森林警備隊は、農業食料森林省に属し、イタリアの自然資源、環境、田園地帯、生態系、中でも特に国立公園及び国有林を保護する、パークレンジャーとして活動していた。その任務は密猟者の逮捕、環境汚染犯罪の捜査、絶滅危惧種の保護、 絶滅危惧種保護法の執行、山火事の予防及び消火活動などである。これらの任務を15カ所の地域司令部と22機の消防用航空機を用いて実施している。また、森林警備隊はイタリアの山岳地域における国民保護と災害対応の責任も負っていた。森林警備隊に山火事を通報するための緊急通報用、電話番号は1515 15であった。 イタリアでは、森林警備隊が、ワシントン条約に関係した活動を管理する、責任を負っていた。森林警備隊の車両の塗装は、緑地に、白帯とし、車両の側面に、白地で、組織名コープフォーサトルデロストとを表記する。森林警備隊の車両のナンバープレートは、赤字の CFS という文字で始まる。ありがとうございます。